紹介するの。グミンチュ。グミンチュ。沖縄そば。ムタン。でそれは可愛くないってディスられた。偽物っぽくない。偽物じゃない、本物のチーカーだよ。可愛い。開けないの。開けていいよ。可愛いでしょ。ディナーに来ます。黒白白黒になったの。カヘミはオリオン。日本料理なんかちゃんとしてない。あそこ TPO 間違えてるTPO 間違えてる TPO 間違えた。沖縄で浮かれてるオリオン T シャツの人オリオンボーもしかしたらオリオンボーイだけ返されちゃうかも。あ、確かにサンダルだし。あ、おそろ待ってキモい。涼しい。外涼しい涼しい涼しい。いるいるいる。私もひよってジュースにしたんですけども、このビールを見たら飲みたくなったので頼ませていただきました。カヘミはこちらのこれ、ね、日本酒。これはイエソーダっていう。イエソーダ何なんだろう。あ、すいません。美味しい。あ、ホワイトソーダだ。前もここ来たんだけど、今回はしゃぶしゃぶコースじゃなくて懐石コースにしてみました。前しゃぶしゃぶ食べた。うん、前しゃぶしゃぶ食べた。この撮影の時はアレグラニーの中で好きなご飯をいっぱい食べていいよってクライアントさんが、あのなるみさんが言ってくださるんです。太っ腹ですね。 DM で、はい、今日のアレグラニーで朝食食べてる時、隣に座っていたものです。大ファンでユアさんが可愛すぎて声かけたいのに緊張でかけられませんでした。本当に本当に可愛かったです。お見かけすることできて旅行の中で一番の幸せな思い出になりました。お仕事頑張ってください。覚えています。私の前に座っていた多分夫婦の方ですね。インスタを見に行きました。あとエレベーターでも見かけましたし、多分さ朝さ開いた瞬間にさいた女の子たち、わかる、あの子たちから見てみて。おチョコ赤いネイルでシンクのネイル注ぎます亭主関白な旦那ありがとう。アマビだよ、アマビちゃん何、まあ、なんかお作りとアマビっていう献立だったんだけど、献立ね、最初にお作りが来たから、うん、アワビはもうないんじゃないか、そもそも私たちはアワビを選んでないんだっていう風におっしゃってましたよね、岩さん、はい、で俺と今さんは、あれでもアワビってついてくる前後で注文したよねっていう話をしてた。そしたらどうですか、来たね、アワビ。その後に来たり、そうなんだ、さ来ないものがここに書いてあるわけないじゃんね。そうだよね。アワビ美味しい。イカ、え、違う、イカ美味しいね。白身魚をシークワーサー醤油で作ったら美味しい。マジか、ここポン酢ね。ポン酢エビ、うん、ほら美味しい。シークワーサーポン酢ね。焼いていきます。いくよ、ジューっていうかな、ジューシー、ハニー、ハニー、ジュージュー。これどれぐらい焼くの。あ、張り付くよこれ、気をつけて。あんま焼かなくていいかも。あ、張り付いてる、下手くそがいる。え、待って、ちょっと個性が出る。もう全部焼いてるんだけど、この人いつが冷めたら終わりなんだ。え、冷めんのこれ、冷めなくない。食べよう。あ、やばい、肉、肉放置してた。バカだよ。
デブ撮やって竹でやって竹で岩井ちゃん、じゃあこれから部屋一緒に戻ろうか。え、ね、もうこれ何ですかこれ。いや今日はだから何、まあ、この撮影、いや一緒に、まあ、今日一日あのデートして、まあ、お仕事も一緒にして一緒にあの疲れとかも共有して、疲れとかも共有して疲れ共有することあるの。でその後にあのなんか今日もどうだったとか言ってみたなんかお部屋で喋、うん、ろうかなと思って。あ、部屋で、あ、じゃあやらしいことなしですよ、ね、最後何するか分かってるよね。てか今日さ撮影風景撮ってないよね。撮影風景撮ってない。今日も撮影が終わり、あのご飯食べたいと思います。しゃぶしゃぶを食べます。ビールとは飲みたいと思います。今日かな、あのカヒメが運転してるからカヒメがお酒飲めない。飲みたかった今日。そんなに夜は別にそこは我慢できる。本当だ本当。初めてさ沖縄っぽい感じをさ今回の旅でさね、確かに。こちらが海ぶどうでございます。そしてこちらがチーマーミー豆腐でございます。おはようございます。おはようございます。なんか今日、昨日撮影終わったから今日一日オフで延泊したんですけど、朝ごはんはね、昨日の夜食べようねって軽く話したじゃん。でイムタンが一番張り切ってたじゃん。いや私は食べるよ、どうせあんた寝てんでしょって言われたでしょ。どうせ寝てるじゃん。私は10時半までだと思ったか、この朝食ビュッフェがギリギリの10時15分ぐらいにおっぱって目が覚めて、あやばい朝食ビュッフェ行かなきゃ。でも誰も起きてなかった。LINE したらえと思って、でもとりあえずカヘミに マネージャーだからさ電話して、お寝てて電話でしょ。で行くよって言って、ね、マジでブスなんだけど今死ぬほどブスでどうしようカヘミとして私の部屋来てねって言ったの。3分ぐらいで来てみたいな早く行こうみたいな、時間ないからって言って、で部屋来てねって言ったらマジで服装かぶって、本当に新婚旅行で恥ずかしいんだよね。スウェットでしょ、 T シャツでしょ、ちょっとロボットのキャップじゃん。で私も初日に買ったで、これスウェットお揃いだから色違うこれもだって偶然かぶったじゃん、うん、うちらお揃えたわけじゃない、別々で買ったマジ恥ずくて、しかもキャップもさなんかかぶってさ、ガチのハレクラニで初のなんか新婚旅行で疲れちゃってるなんか新婚さんみたいな。でも今からイムタン起きたらしいんで来るって言ってますけど、まだ来ないです。最終日はパンを通過しました。私は見てこのさクリームパン美味しそうじゃない、この左がクリームパンなのか。これがさっき配ってた黒糖メロンパンっていう、確かにこれカレーパン、そうカレーパン、これエッグベネディクトとオムレツ悩んで今日もエッグベネディクトにしました。これ辺あんま変わんないね。パイナップル、これさアグー豚のソーセージ、サラダはこのかぼちゃがポイントです。このさジューシー美味しくない、なんか米がもちもちしてるよね。まあそんな感じで、あの今日もすっぴんなし撮るつもりは一切なかったんだけど、この朝ごはんに関して。でもまあ格好がかぶってキモすぎたからちょっと撮りました。ねえ、来ました先般がだからキモいんだって今撮ったんだ。あなた一番張り切ってたのに寝坊したよね。10時半までだよここ入れる。11時まで違うでしょ、日曜日だよ。え優しさで入れてあげてんの今、優しさ映えてる映えてるあ冷た冷た
でも映えてるよ、めっちゃめっちゃ映えてる、めっちゃ映えてる。こいつが寝すぎたせいでもう15分しかプール入る時間ありません。やっ背中やだ。こちらとっても暖かいんです。あーもうちょっと入りたい、ここね、ここだけでもさ、ずっと入らせてほしい。しかもチケット、もうこれ終わり、バイバーイ。もうオズモの時間終わりです。写真撮ってみます、バイバイ。最後のディナーよ。かゆみは清掃をしてきたの今日は。そんなに気張ったつもりはなかった。だっていつもオリオンだったじゃん。あ、昨日は着る2回、何回も着る。でもね、やっぱ4日間のうち2回は結構何回もに入ると思うんだけど、ね、もう2回だからさ。そうそう、今日はステーキを食べます。じゃあ最後の夜ですね。乾杯しましょう。ではジューシーハニージューシーハニージューシーハニー、うまい。キーパッチャってる。結構こっちが。マジ？食べやすい。油が多くて。エミネム。あ、そういうこと？周り気分になったもん、うん、気向かせたの。逆にさ、結構今バレるじゃん、街中っていうか、どこ行ってもどうやったらバレないかっていう検証してみたいな。バレてる、うん、多分バレてる、多分あの各々見てる、全員がそこを見てから通り過ぎる、うん、だからバレてる。いや、多分あそこにいた段階でバレてた。ねえ、ちょっとこれ食べた、これすごいし、全部食べた、結構あげる、全部食べたの、1個あげるから。これ美味しいでしょ。 You're blogging? Blogging? Blogger? Blogger? YouTuber? 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 YouTuber, yeah. So you can... I TikTok. Ah, TikToker? TikToker? TikTok, 教えて。 Please, let me show your TikTok account.I'm Rodrigo. 私の名前は Rodrigo です。Rodrigo? Rodrigo. 日本語上手だ。You're speaking English so well. English so well? So well. Me? Yeah. Well, a little bit. I would like to speak Japanese, really. Shit post. 3, 2, 1...okay. Good. Okay, one for me. Thank you, Nani. Thank you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 .